はい。それでは、物理の授業を始めたいと思います。本日は、大阪大学2018年の問題の、いよいよ大詰めですねという話になりまして、まあそう、設定としては先ほどのラストのまんまですよというところになって、で、いよいよ問い鉢でちょっと変えていきますよということで、うん、はい。外力を加えましてね。容器 A の方ね。 こちらのピストンを初期の位置から1方向にゆっくりと移動させるとね。端からの距離 L' の位置ね。ここのところを過ぎたところで容器 B がゆっくりと加工し始めたとね。で、ピストンが端からの距離 L' の位置にあるときの気体 X の密度をローダッシュね。とするときに、 ローダッシュをそう。ロー VMG のうち必要なものを用いて表す。ということになりますので、そう。さっきはプカプカ浮かんでました。で、それでもってこの天井にぶっついてたよう求めたね。まあ、そのための条件を出したんですけれども、要するにさ、はい。いよいよね。加工し始めたとね。その瞬間では力の釣り合いになってるじゃないですかという。 そこのところに注意してくださいね。っていうことで、はい。今度、密度が、外側の密度というのが、ローダッシュになりましたとね。だから、この容器 B2 か機体 Y というかね、そこのところに働く浮力というのは、ローダッシュ VG になりましたとね。で、そしてそう。こちら、容器の重さ、ラージ M ね。 で、あと、それから、中に入ってる気体の質量2分の6け v は全然変わりませんよね。うん、いう話になって参りますので、そう。ただ単純に、ローダッシュについて解いてやったら出てくるじゃないですかという。まあ、そんなお話でした。なんか緩いですねって感じがしますけれども。さて、これから先だということで。うん。はいはいはい。以下の問いの9から11ね。 では、容器 B の質量というのを、ラージ M イコール4分の V ローね、として答えようと。いうことになってまして、はい。今度ね、問い級ですが、問い8における L' ね。これを LVS を用いて表すと。いう話になっているのですけれども、はい。まずはね、 求まるところからしっかりとという話になって、large m ね。これが4分の v ローですよが新たに与えられましたので、そう。今しがたのローダッシュの式ね。あそこのところに代入してやることによって、ローダッシュというのは4分の3ローですよという、まあそんな話になりました。で、それで何がわかるのっていう話になりますけれども、いや、わかりますよ、わかりますよ。そう。 密度がね、4分の3倍になりました。元々のローから比べてね。ということは、はい。体積は大きくなったんだよね。こっちが小さくなったということは。で、それでちょうど逆数ですよということで、体積の方は分母に入ってくるやつですから。逆数には決まってますけれども、3分の4倍になるんですよという。まあ、そこのところをしっかりと掴んでいってくださいなとね。 だからということでそう。何が成り立つのかなというと、そうなんだよなただ単純にね、S×L とか S×L' で済むかというと、ここの空間内には、そうなんだよ。容器 B が入ってますからね。うん、本当に気体 X が占めてる体積っていうのは、そう、最初だったら SL-V だしね。 あとだったら sl'-v なんですよという。まあそこのところは勘違いしないでくださいねというところです。だからそう。この前分の後ね、これが3分の4になってくれたらいいじゃないという話になってて、で、もういけるんじゃないですかって話で、結局 l' について解いてあげればいいじゃないですか。まあ、ってなわけですので、そう。 この分母を払いますとね。で、それから、いらないマイナス V のところね。うん、まあ、ここら辺っていうのを移行してって、で、それで整理し、最後 S で割っていくことによって L ダッシュ。こんな感じで出てきておしまいですよ、ということでした。で、さて、次はどうなるのと言われますけどね。今度はね、外力を加えて、容器 A のピストンね。 これをゆっくりと元の位置ね。つまり、端からの距離がラージ g e L ね。ここまで戻したところを、容器 B は再び容器 A の上面まで上昇した。まあ、要は元の状態に戻ったわけだな。で、この時、気体 X の温度はラージ T であったと。で、その後、容器 A 全体を 断熱材で多いね。熱の出入りをなくしたと。で、ピストンには外力を加えない状態で、容器 A に内蔵されているヒーターによって、気体 X をゆっくりと加熱したところね。ピストンは滑らかに移動しね。機体 X の温度が絶対温度 T' ね。これを超えたところで、 容器 B が再び加工し始めたと。で、そして T' ね。これをラージ T を用いて表せ。だそうです。ということでなあまあいろいろ動きはあったんですが、結局何をしなきゃいけないのでしょうかということになりますけれども、うん。まずね、さっきのまとめみたいな話ですが、うん、X の密度ね、うん。ここのところが、 4分の3ローね。で、それから、あとそう、体積ね。うん、まあ、要するにこの SL ダッシュのところっていうのが3分の4かける SL マイナス V ね。うん、まあ、こんな風になっているときに、はい。B っていうのはそう、さっき見た通りで加工し始めるわけですよ、とね。という話になりますから、 シャルルの法則の出番じゃないでしょうか。温度を求めろとか言っているんですからね。えー、というわけでそう。結局この t 分の sl-v ね、うん。まあ要はそう。元の状況ですよとね。うん、で、イコールそう。t' 分の 三分の四かける sl-v マイナスというさっきのやつね。っていうことを考えまして、な、なんてことはないじゃん。t' イコールで三分の四 t ですよ。という風うに出せればそれで OK よ。ということでした。はい。で、そしてな、今度は問いの十一ですが、問い十においてね。 気体 X の温度がさっき求めた T' ね。となったときに、容器 B 内の気体 Y の圧力 P' ね。これを P を用いて表すという話になっておりますから、あ P と T か、なんかそういう法則なくて嫌になっちゃうんですけどもな。で、まあそう。結局のところ、気体 Y と X ね。 これは同じ温度になってますよとね。いう話になりますので。はい。これは Y に関してね。一応だから名目としては、ボイル・シャルルの法則ですよとね。いうことなんですけれども。はい。結局そう。T 分の PV な。うん まあ最初のこう、バカッと上にぶっついたときね。で、それでもって、t' 分の p'×v ね。だからまたそう、元の状況に戻ってきましたよとね。まあいうことになるんですけれども、従いまして体積については何も変わりはないとね。だから何が言いたいかというと、ボイルシャルルの法則なんかね、うっとしいですねとか言っちゃってますけれども、そうなんだよ。 残念ながら t 分の p イコール一定っていうのだって、ボイルシャルルの法則から導けるんですが、それ名前ついてないからね。まあしょうがないから、これ使うんやったら説明としては、ボイルシャルルの法則と言っといてくださいな、というお話になります。ということですので、まあそう。p' について解いていけば t 分の t'×p ですよという話になりますので、さっきの t'。 あれを代入してやることによって3分の 4p ね。ってな感じで求まりッ OK よという話でした、はい。で、さて、これがまとめかっていう話になってきますけれども、うん、今度、問い12ですね。次の文章中の空欄に、ふさわしいものを下の選択肢、i あいうね。これの中からそれぞれ一つずつ選べと。 という話になっておりまして、はい。問い八ね。これは、容器 A 内外で温度差が生じない条件のもとで、外力によりピストンを移動させていると。で、ピストンをゆっくり引いた場合には、容器 A の外部なんちゃらかんちゃらためね。うん。容器 A 内の機体 X の温度は1。 一定に保たれね。気体分子の平均速度は一定に保たれると、うん。まあ、そりゃそうだな。えー、っと、分子の運動速度ね。これをマクロに見たもんが温度ですよということになりますなので、どちらかが一定ならもう一方も当然一定ですよという、そういう関係です。で、しかし、気体 X の体積ね。これは増加することになるじゃないですか。 だからこれによって、気体分子が容器壁面に衝突する頻度が少なくなりね、圧力は減少することになります。で、さてさて、そろそろ埋めましょうかということになりますが、うん、このね、問い鉢のお話ですが、そうそう、さっきも見た通りですけれども、これ、温度変化がないお話なんだよね。っていうことになりますので、そう。 内部エネルギーに特に変化がありませんという話になりますので、はい。流入した熱ね。これによって外部に仕事をする以外にエネルギー源がないんですよとね。っていうことになってきますので、そう。このい、e、ね。外部から内部に熱が流入するね。 という感じで埋めてもらいりゃ OK よということでした。で、それからまた後半ですが、一方で問い10の方ね。こちらでは、容器 A 内外で圧力差が生じない条件のもとで、機体 X を加熱してピストンを移動させていると。で、この時、加熱によって容器 A 内の機体 X の なんちゃらかんちゃらため、体積が増加してもね、圧力は一定に保たれていると。言ってるんですが、まあこっちの方がさらに露骨かもしれないですね。だってそう、この通り、気体 X を加熱してとはっきり言ってますから、気体の温度というのは間違いなく上昇しているじゃないですか。 で、それでもってそう、さっきこの辺で言った通りですけれども、まさしくそう、温度と内部エネルギーね、これは一連択消と言いますか、内部エネルギーというのは一定量の気体に対してであれば、温度ね、のみの関数ですからね。うん、という話になってきますので、はい。間違いなく内部エネルギーというものは増加していますよとね。うん っていう話になってきますので、まあもうそのまんまですなという話になりますけれども、この姉ね、うん、内部エネルギー増加しますよという、まあここのところが選べりゃ OK よというところでした。まあこんな感じで一通りですけれども、うん、まあね、何はともあれ最後の締めがこんな回なと思うかもしれませんけれども、要するにね、前の計算の正義ね、 まあそこのところとは関係なく選べるっちゃ選べるのよねという話になってきますので、なんかもう前の方どっかで詰まっちゃったよでも諦めず見てくださいなという話になりますし、あとそれからね、大門の冒頭に書いてあった通りで、これ AB ということでな。まさしく原子のお話、熱力学のお話だったんですが、それらね、お互いには何の関係もねえよと。 いう話になりますので、まあね、ぜひともね、どの問題もさら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 とできるのが理想ではあるのですけれども、ちょっとな、詰まったなと思ったら、別に先に B の方やったっていいじゃないというね、話になりますので、まあ柔軟に対処してな。まあ何はともあれそう。塊の冒頭のところとか、あとまあ最後にこういうのがあったりもしますけれども、割と簡単なものっていうのがあっちゃこっちゃに埋まってますからね。あのー、難問けないのはある意味しょうがないところもあるんだ。 だけど、そういうところを取りこばしちゃうと、なかなかね、浮上していくのは難しいですよというね、話になりますから。まあ、ぜひぜひ、うまく得点していってくださいなというところでした。はい、まあ、というわけで、長い問題でしたが、やっとこれでおしまいということで、皆皆様本日、お疲れ様でございました。はい、本日の授業、いかがでしたでしょうか あ,あ面白いな、分かったな、と思っていても、一週間、二週間と経つと忘れてしまうのが人間ということになりますので、ちゃんとね、またまた間を空けて復習することを忘れないでくださいね。それでは皆様さようなら。